どうも、サシコンです。今回はですね、オリックスバファローズのグッズが届いたんで、レビューしていこうかなと思います。なんか、納品書を抱えております。実はこれ、テイク2なんですよ。ちょっと段ボール映ってしまったんで。帽子2つと T シャツを買いました。じゃじゃん。オリックスブレイブスの時の帽子、これ3800円ぐらいでした。はい、これメイン、オリックスバファローズの今季のなんかおしゃれな帽子、これニューエラですね。なんかあの白い帽子になんかペンキをなんかこぼされた感じ、いいですね、おしゃれ。で、最後はですね、僕ね、 T 岡田の初ホームランの時のね、試合行ったんですよ。これが初めての試合で、それ以来てっきりね、てっきりていうかオリックスバファローズの大ファンになってしまいました。結構いいっすね。じゃじゃん、 T 岡田、 T 岡田全然売ってくれてない。もう全然もう調子悪いから、もしかして戦力外になってるかもしれない。でも T 岡田、俺は応援してるからな。応援します。